私のことを。なんだこいつ、ウサギみたいな姿に化けやがった。これも不思議の国のアリスというわけね。さあ急がなきゃ、時間に遅れちゃうよ。私がみんなを素敵な場所に案内してあげる。素敵な場所？反応しなくていい、ソフィー。どうせあの世とか言うだけだ。アリス、あんたの目私が覚まさせるから。怪盗団ってみんな仲がいいんだね。もしかして恋人同士もいるのかな？あんた何言ってんの？高梨さんは誰を狙ってるんだろうね。私はジョーカー君が好みかな。あなたのハートもらっちゃおう。もっともらうとか言ってんの？気をつけろジョーカー。でも怖いね。ナビ、敵に弱点はない？待って、今解析中。逆転属性は変えんだ。あいつの性根ごと燃やしてやるよ。アリス、あんたなんでこんなことを。罪のない人に巻き込んで。別に私が悪くないよ。みんなが勝手に私のことを好きになっちゃうんだっけ。それなら仕方ないね。他の女には興味ないんだっけ。それはあんたが大使に使ってみんなの心を操ったんじゃない。全部が知ってるんだ。でも高梨さんが怪盗だったなんて驚き。私の改心とあなたの改心、どっちが魅力的か勝負してみる。いいぞ、待ってくれ。このまま倒してやれ。そんなに私を怒らせたいの？あれが弱点で間違いないぞ。炎上させてやれ。テリソン、始まるよ。あのクラッカーみてえなの。アリスがポールに飛びついた時がチャンスだ。逃さずぶっ放せ。ステージに舞う紙吹雪、いい絵になりそうだ。あいつ任せてね。どうして邪魔するの？せっかく私が幸せになり始めたのに、あなたたちも私を否定するの？あの女みたいに許せない。惨めなのは違う！ヘリソン！なんか雰囲気が変わった。行くぞ！みんな気をつけて！うわ、なんだこいつ！動きが変わった。早いぞ！みんなを処刑してあげる！まだ倒れないなんて。アリス、どうしてそこまで。高巻さんには分からない。カスまで馬鹿にされて否定され続けるのがどんな気持ちか。自分がカースト上位だと思い込んでいる人ほど残酷なんだよ。いじめられて苦しんでる人がいても知らん顔して笑ってる。それだけで罪だよね。だから教えてあげるんだ。あなたたちなんてゴミ同然だって。お宅にすり寄ったって逃げられないの？裏切らせて絶望を与えてやる。バイバイ。男の子はみんな私のことが好きになるんだから。あいつは任せて。ペルソナ弱点に引っ込む。さすがモンスター。アリス弱ってるぞ。あと一歩だ。みんな踏ん張れ。私を溶け込んでた女たちに思い知らせる。どこにいるか私のものにして。それがアリスが痛かったこと。バカ言わないで。私は覚えてる。あんたが言ってたこと思い出して。アリス、あんた本当はどうしたかったの？私はあんたのハートいただくね。そんな、やったか。これが達成感ってやつだ。